これほど大きいのは私も初めてなんですよ。今までになかったものを作るときに私は燃えるんですよ。私はロボットを描き始めて40年ちょっとなんですけど、その頃フェミニンでセクシーなロボットって全然なくって、それで隙間ニッチで描き始めました。ロボットは本体はアルミの鋳造です。12メートルです。虎山って字を私は昔から自分のフォントで作ってんですよ。それと同じパターンでディオールを描きました。キムがファンだから、そのラブコールもあったし、こっちもキムのことを尊敬できてたからスムーズにいったんだと思いますよ。ハイエンドのディオールに作っていただいて光栄です。彼女呼びたいならヤッホーって言うとよろしい。私には分かりません。みんなが勝手に呼べばいいんです。